非常食用5年ぐらい保存できるっていう、保存量不使用、50キロカロリー、温めずに常温のままでも。香りがすごい。トマトいきます。これさ、夜食とかにもいいかもね。カゴメの野菜たっぷりスープ、非常食用として探してたのね。なんだけどね、非常食なのに保存量が変なのが入ってなくて、これ健康にいいわと思って、5年ぐらい保存できるっていう。でそういうのって保存量とか心配で原材料見たんだけど、怪しい保存量が見当たらないんですよね。保存量不使用ってね、素晴らしいよね。あ、これすごいやと思って。81キロカロリー、60キロ台とか50キロ台もあるよ。ほら、50キロカロリー。これがキノコのスープ、オニオンソテー、キャベツ、あ、これは濃縮液だね。ヒラタケ、マッシュルーム、エリンギ、あ、キノコも何種類か入ってるんだね。ピーマン、セロリとか、ほんと野菜たっぷりじゃん。50キロカロリーっていうのがすごく魅力で、単品で買ったんだけど、保存食用セットみたいなこう大きい箱でも売ってるから、これ食べてみて美味しかったらちょっと箱で買ってみようかなと思って、まずは単品で買いました。簡単にレンジでチン、またはお鍋でお湯で温めるみたいな感じ。3分から5分でできちゃう。レンチンだと1分から1分半。災害っていろんなレベルがあって、自分のお家は大丈夫だったとしても、物流が止まっちゃったりとかして買い物もままならず、なかなかこう食料を買えなかったりとかした場合に使えるからありかなと思ってます。これもね、美味しそう。豆のスープ、タンパク質取れますね。86キロカロリーです。これ4種類のお豆を使ってるっていう。これ以外にも玉ねぎ、ピーマン、人参、じゃがいも、セロリ、グリーンピース、白いんげん豆、ひよこ豆、赤いんげん豆、レンズ豆、すごいいっぱい入ってるね。あ、これいいんじゃない？これは味としては多分私好きなんだけど、かぼちゃ、かぼちゃのスープ、じっくり煮込んだ野菜の旨み。何入ってるのかな。大きくカットしたかぼちゃを中心に8種類の野菜、赤いんげん豆とか大麦、小麦とか、トマト67キロカロリーでね、カロリー抑えめだけど、トマトスープが、私トマトがすごい苦手で、でもちっちゃい頃から克服しなきゃなと思って、大人になってトマト好きになるかと思いきやダメだった。これをね、乗り越えられたら多分もうこっちの3つは激うまだと思うね。完熟トマトを中心に9種類の野菜、すごいね、すごいね。健康に良さそうだけど、じゃがいも、人参、白いんげん、グリルズッキーニ、美味しそう。加圧加熱殺菌してるから、もうどうなんだろう、熱加えなくても食べていいのかな。キノコからいきます。欲しい香りするね。よく見たら本品はレトルトパウチ食品です。温めずに常温のままでもお召し上がりいただけます。ここに書いてあった。香りがすごい。なんか起きちゃった。エリンギ、ヒラタケ、マッシュルームはじめ合計11種類の野菜、大麦、小麦、じっくり煮込んで、でこれ1食にキノコが 25g、 野菜だと 65g 分。これ1袋全部入れたの。中がね、みんなに見えるかなと思ってこのカップにしたのね。おお、お味噌汁みたいな感じ。そうだよね、常温でもいけるよね。すごいいいじゃんこれ。おお、あ、麦がね、大麦見えるね。なんかパプリカっぽい香りもするけど、なんだろう。オニオンソテーとガーリックピューレーもいいね。これ絶対美味しいと思う。これはね、満足するよね。うん、具がね、細かすぎない。でもこれ普段食にいいんじゃない？夜食とかにもいいかもね。
すごいね、常温で生きるよ。スープも濃い、濃厚スープ、ん、いいじゃん。いざって時に、あ、これはいいんじゃん。猫舌だからちょっと冷まして、熱々まではいってないんだけど、それでもめちゃめちゃ美味しいから、うん、あ、これはね、箱買いする。しかも50キロカロリーね。うん、いいじゃん。ただね、この奥の方に残っちゃうのね、書き出して、もったいないからちゃんと隅々まで書き出して食べましょう。本当だね、どうやってこれ保存料欲しいようにしてんだろう。香辛料とかかな。でも殺菌方法として、機密性容器に密封して加熱殺菌してるっていう、この時点でもう、なんだろう、腐りようがない状態にして、で酸化しない状態に密閉して産むのかな。お豆8種類の野菜素材をふんだんに、一見豆を中心に4種類の豆、8種類の野菜、豆類は 40g、野菜を 40g、 カロリーは 86kcal とって、シリーズの中では割と高めって言っても100切ってるんですよね。素晴らしい。そしてレトルトパウチ食品です。温めなくて OK です。常温のままいけます。ということで、いいじゃないですか。ただまあ中身これ、ね、頑張って出したんだけど、この底のところが複雑なので、ちょっと、ね、豆を出すときにね、もったいないからちゃんと奥までギュッギュッて出した方がいいですね。で、私このようにカップに入れてるけど、でもね、これ底が立つタイプなの、見えるかな、立つタイプなので、このまんまなんかスプーンとかあればこれを立てて、これをなんかこうお皿というかカップ代わりにしていただくってこともできるから、やっぱり非常食としてかなり優秀ですね。で、クリーミー、中身ね、クリーミーです。わかるかな、クリーミーさ。そう、なんだろうね、ポテトが溶けてるからクリーミーなのかな。あ、お豆が大きい、大きいはレンズ豆かな、この、ね、これも豆だし、大きいね。グリーンピースもある。私グリーンピースは大丈夫なんだけど、ダメな人いるよねあ、いや、これもトマトかな。やっぱりカゴメだからトマト得意だから、まあ食べてみればわかるか。人参だ、今度は人参だ見た目トマトかなと思ったら今度は人参、さっきの逆でした。豆のあのザ豆って香り、うん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 、これお腹いっぱいになるね。腹持ちランキングナンバーワンだと思う、これが。うん、すごい、5年も長期保存できるのって本当すごいと思う。カゴメすごいじゃん、しかも保存料なしだよ、すごいじゃん。じゃがいもがとろけ出してこのクリーミーさになってると思う。カゴメってさ、すごい、トマトを押してるけど、でもそれ以外もトータルでいいもの出してるね。トマトいきます。トマトね、苦手だからちょっとね、どうかなと思ってたんだけど、でも今のところトマト入ってても美味しいのでいけるかなと思って。で、カロリーはね、67、緑黄色野菜は 70g で、まあ、トータル野菜全部ひっくるめて 125g、 玉ねぎも入ってる。で、人参も入ってるって入ってるのかな。で、じゃがいものとろみを感じるので、スープといってもなんかサラサラなあのトマトジュースをイメージするかもしれないけど、これはね、結構、あ、お芋さんが大きいぞ、コロコロな感じ、腹持ちよくしてるのかな、ね、なんかこうトロトロ感、わかるかな、トロトロ感、うん、トマトジュースよりも、まあ、スープだけあってもう少しとろみを感じるかもね。このゴツゴツのじゃがいも、あ、人参とじゃがいもが四角い、うん、あ、大きい。いいね、ゴロゴロ感、食べましたって感じがする。全然いける、トマト全然いけるじゃん。トマトね、
リコピンとか素晴らしい栄養素たっぷりなんだけど、本当味が苦手でついついね避けて通ってたんだけど、あ、これだったらトマト全然嫌じゃない。トマトいいじゃん。リコピンがどのぐらい摂取できるかによって、リコピンの量書いてないんだけど、あ、そうだよね、トマトが完熟トマトを中心にって書いてあるから、あ、トマトメインだからトマトのリコピン酸も多分入ってると思うんだけど、これさ夜食とかにもいいかもね。あと出張先とか受験生とか胃にも負担かけにくいぐらいこれ柔らかいし、私ね歯科矯正が終わってないので噛むのが痛いからすごくこの崩れていくのがすごくありがたい。ラストはかぼちゃ。やっぱね締めにねかぼちゃで、まあ、かぼちゃで締めようかなと思って、うん、かぼちゃ、人参、じゃがいも、かぼちゃピューレ、赤いんげん豆、ね、これねなんかちょっと黒ずんだカラーなので天然の色だね。変な着色料とか入れてない、うほほほほ、いっぱい入ってる。確実にかぼちゃは美味しい自信があったので最後に持ってきました。豆も入ってるし、かぼちゃ自体がもうじゃがいもと同じようにこうとろみをね感じる。すごいすごい。ポテトも入ってるよね。でもって豆も入ってるからタンパク質はやっぱね取った方がいいから、お肉とかはこうお魚とかの代わりに、これ野菜スープだから植物性タンパク質ってことで、お豆をねふんだんに取り入れて、赤いんげん、ほくほくするのがね香りで伝わってくる。うん、かぼちゃきた。これいいわ、うん、これさ各ご家庭で持っとくのもいいけど、こんだけ美味しかったら子供たちもすごいこれ美味しいと思うし、学校とかの非常食としてキープするとか、会社もねオフィスにねこういう非常食置いとくといいかもね。だってさみんな寝てるときはお家にいても、昼間はお仕事で職場に行ってる方も多いと思うから、家に非常食があれば OK ってわけじゃなく、長い時間いるオフィスとかにもやっぱりこういう非常食ってあった方がいい。大きいビルとかはそのビル全体でそういうこう非常用の備えっていうのをしていることもあるとは思うんだけど、ちっちゃいオフィスビルとかそういうとこはねそういう非常食とかお水とかを蓄えてないかもしれないから、やっぱり各オフィスごとにあるといいかもね。こういうのね災害用に、これは美味しいし常温でいけるので子供たちもこれ好きだと思うからキープする食材、まあ高いのかな、でまとめ買いしたらば安くなってくれるといいんだけど、これはねいいと思う。うん、離乳食はちょっと大きいかなと思うけど、うん、いいね。これ4つとも箱買いする。カゴメのレトルトがすごい良かったので同じカゴメの違うレトルトを買いました。ゴロッと豆のほうれん草チャウダー。カゴメといえばトマトなので完熟トマトのチリビーンズスープ、こってり系のスープかな。 160g、 160g です。グリーンの方が 108kcal で、レッドの方が 130kcal。 ここなんか水蒸気抜ける穴が開いてる。原材料を見るとほんまね悪いものは見当たらなかったんですよ。でどちらも保存期間が1年持つからもう十分保存食としても使えるかなと思います。原材料はグリーンの方がね、ひよこ豆、オニオンステ、人参、ほうれん草ピューレ、豆乳、クリーム、グラニュー糖、ガーリックピューレ、マッシュルームエキス、酵母エキス、抹茶が入ってんだ、色付けかな。で香辛料で、殺菌方法は長期保存の方と同じで機密性容器に密封して加圧加熱殺菌してる、それで保存性が高くしているのかもしれない。あと香辛料である程度保存性高くするって場合、香辛料がすごく
効いててかなりスパイシーな気がします。トマトも同じ香辛料が結構効いてると思うんだけど、殺菌方法が同じだから気密性容器に密封して加圧加熱殺菌してるからね。こっちも保存がある程度、添加物をできるだけ少なくしていい感じに保存してくれるんだろうね。原材料は赤いんげん豆アメリカのとオニオンソテーと粒状の大豆タンパク、トマトペースト、赤ピーマン、トウモロコシ、ガーリックピューレ、穀物繊維、香辛料、グラニュー糖、食塩、野菜だし、酵母エキス、クエン酸、なんか香辛料とその密閉の方法によって1年の保存が可能って感じ。じゃあいただきます。グリーンの方から、これ全部このね袋の中の全部入れてこの量でございます。すごいスパイシースパイシーだよ。ん？ティー？カレーっぽい。香辛料はね相当効いてるんじゃないかな。いただきます。豆、ひよこ豆だっけ。すごいすごい。人参、グリーンカレーの辛くないやつ。甘口カレー、スパイシーで甘口。ライスにかけたりパスタのソースにも使えそう。あ、これはリッチだ。とろみがあるね。腹持ちもいい。ひよこ豆大きいね。これはいい。グリーンいいね。辛くないでもスパイシーで、お豆の量が多いね。美味しかったので箱買いしました。リッチ、レトルトでこれはいいね。これ好きだな私。ライスにかけたりパスタのソースにもなる。コロッケにかけてもいいしね。トマト、トマトはこってりしてた。スープっていうより麻婆豆腐、わかるかな、このとろポタって感じ。すごくねたくさんひき肉っぽいのが入ってるけど、これは大豆ミート。これはね食べ応えありますね。赤いんげんですね。あのケチャップのトマトソースの香り、さっきの原材料見たら多分ね赤ピーマンだと思うね。でところどころイエローのコーンが入ってるの。じゃあいきます。あ、これ辛いんじゃないかな。唐辛子感がもうなんかここら辺痒くなってきたまだ食べてないのに。唐辛子効いてる。辛いの好きな人いけるね。大豆ミートはひき肉っぽいけどあっさりしたひき肉って感じがこの大豆ミート。コーン美味しいね。辛い、グリーンのあれよりも辛い。辛いの苦手な私としてはライスかパスタは欲しいかも。お豆腐切って入れると辛さがこうソフトになるかも。やっぱ麻婆豆腐って感じだけどねいいね。な感じで非常食に使えそうなヘルシー美味しいメニューっていうことでご紹介しました。で原材料を見て変な添加物できるだけないもので選びました。いろんな非常食売っているけれどもやっぱり添加物が入ってるのはすごく多くて、なかなかここまで添加物をこう削除してるっていうの珍しいなと思って、全部美味しかったっていうのもあるし、添加物を入れない保存方法として特殊なパッキングっていうのかな、
加圧加熱とか密閉してとか、そういった技術力で変な添加物入れないレトルトに仕上げてくれてるっていうのは本当にいいなと思ったポイントです。で、何よりも栄養バランスが素晴らしくって、やっぱり非常時だけでなく夜食とか、普段忙しくてなかなかバランスのいい食事ができない時とかもすごく重宝するんじゃないかなと思います。どうでしょう、皆さんもね、この非常食いいよっていうのがありましたらコメントで教えてください。ではまた。